ゾウテンさん対アバダンゴさんですね。アバダンゴさんはあれ、もともと X 勢の方でして、今回も2週間ほどしか練習してないのに、予選で KF さんのグリーンミラーで倒しているという、何回戦か分かんないです。すごいスマブラ力を秘めた方ですね。アバダンゴさんはその X で割り使いの方で、強度が似てるからという理由でデラックスのグリーンを使っています。あの2体のキャラクターは僕はあまり X 詳しくないんですけど、グリーンのように空中横移動が強いキャラなので、ワリオの立ち回りをプリンに活かしやすいんじゃないのかと思いますね。さてフォックスプリンの戦いですが、今イメージ的にはフォックス側が非常に気を使うカードというイメージがあるんですけれど、フォックス側というよりはもうお互い神経すり減らしていくカードですね。これプリンが辛いと言われているのが、はい、一般的にはフォックスと子供リンクの2体なんですけど、このダメージになったら50超えたあたりから上スマッシュ引っかかって根っこを見せたりしたらそのままバーストしたりしてしまうので、ほんと無茶なことはできないんですよ。しかしそのプリン側もその上ボックスの上スマッシュをガードしたら一番眠りを確定させられるというテクニックもありまして、そういうネタをいくら知っててそれをいかにミスらずに実行できるかっていうカードですね。なるほど。選ばれたのは先日、早速フォックスが2ストップですね。そうですね、もうこのように上スマッシュにかかってしまうんだけど、本当にすぐバーストされちゃうんですよ。まさかの初見殺し。あの下投げは受け身取れるんですけど、はい、クリーンの受け身距離がとても遅いな、受け身距離というより受け身がとても遅くて、はい、受け身をしてしまうと結構ボックスだから見やすいんですよ。前のおかげでわざと受け身をしなかったんだとは思うんですけれども、それに対してジャックスあんなネタ僕も初めて見たんですよ。残しているうちに最初に1本打ったのは想定フォックス。これより帰還する。さあ2戦目が始まりました。選ばれたのはプップランド、まあ、やはりグリーン側からすればプップ一択といった感じでしょうかね。一択ではないと思うんですけど、まあ、比較的プリン側が有利を取りやすい、バーストがしづらいといいますか。そうですね、このカードもフォックスがそのピーチ相手にするのと同じ感じで、フォックスがいかに拒否るか、そして逃げるかっていうカードなんですけども、まあ、このステージだとその上スマッシュでのバーストがされづらいので、なんかプリンが選びたがるのはここか、ここかです、もしくは夢の泉の2択くらいです。なるほど。全力でカメラからそのまま突破。もっと起き上がりを見て眠る。今の起き上がり見たんでしょうか。反応がすごい早かったんですけど。ラストで作業。みんなも負けじとカメラからライン回復されてしまう。投げ。
彼女が怖かったですね。あのフェイスマッシュをガードしてたのでウィンガーがしっかりと判断できれば先ほどネプリは決まったのですが、フュージョンキャンセルを見せてしまい、そのミスターがコーナーですね。高さを見られるようにしてネプリはフェイスマッシュを決めました。ネバーストもっと丁寧にステップをしていく。悪いところもありといった感じでしょうかね。そうですね、やはり関西での蒼天さんからしたらここが一番慣れてるんじゃないかなと。使えた変更叩く空中前、空中前ジャンプがないが少しは見せてしまう。投げしっかりキャンセルしていく。ダッシュ上から何も決まらず敵を刺さるが、これはしっかりと変更していたので耐える。空中しろ、これはジャンプが残っておらずイリュージョンも届かず、無制したのはアバダンゴクリン。リンカはこのストックを大事にしてネブルを決めたいところですが、横スマッシュを離す。おー、ガードを漏れたところに丁寧に空中へ割ってバースト。中心で壁を張る。ストが何からっている。しっかりと着地があるよう願っていきますね。
後ろからとしてガーキャンウェスマン、いいウェスマンでした。なんですか。あの X から培ったまあスマブラ力はあるとは思うんですけど、それを含めても強いですね、アバタンコさん。